皆さんこんにちは。スジログコンビニ情報局のスジエモンです。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの各社から今週発売される新商品をチェックしていきたいと思います。その中から特にお勧めしたい商品を選定いたしましたので、よろしければ参考にしてください。今回は4月26日から8月1日にかけてコンビニ各社から発売されるスイーツ、ベーカリー、アイスを一緒にチェックしていきたいと思います。それでは厳選要チェック新商品から始めていきましょう。今週の厳選要チェック新商品はこちらになります。セブンイレブンは銀座デリー監修マンゴー&ココナッツドルチェです。もっちりつるんとしたココナッツプリンにマンゴーソース、マンゴー果肉を合わせ、スライスアーモンドを乗せた夏にぴったりのマンゴースイーツです。ローソンは濃厚卵ケーキです。別立てしたメレンゲとたっぷりの卵黄を混ぜ合わせ、しっとりふわっとした食感の生地で、生クリームを使用したホイップカスタードをサンドした卵を感じるしっとりふわっと食感の卵ケーキです。生地とクリームで濃厚な卵の味わいが楽しめます。ファミリーマートはふわふわケーキオムレットチーズです。ふわふわしっとり口どけの良いオムレット生地で、クリームチーズやカスタードを加えた濃厚なチーズクリームとふんわりチーズホイップを積み込んでいます。今週各社の厳選商品をまとめますと、セブンイレブンは夏スイーツ、銀座デリー監修マンゴー&ココナッツドルチェ、ローソンは新感覚スイーツ濃厚卵ケーキ、ファミリーマートは大人気オムレット最新作ふわふわケーキオムレットチーズです。今週発売する新商品の中で、販売地域の広さ、価格、味わい、話題性などを総合的に判断して、先ほどの3商品を注目商品に選定いたしました。今週は夏向けの涼しげな商品がたくさん発売されますので、一緒に見ていきましょう。この後各社の商品の特徴や他の新商品も詳しく見ていきますので、最後まで見ていただけるととっても嬉しいです。スジログコンビニ情報局はコンビニに関する情報を分かりやすくお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またスイーツ商品を中心に、実際に購入した商品のレビューブログもアメーバブログにて毎日更新しています。概要欄にリンクを掲載しておりますので、よろしければ遊びに来てください。それでは本編に行ってみましょう。最初にセブンイレブンの新商品から見ていきます。今週のセブンイレブンの新商品はスイーツ22品、ベーカリー7品、アイス3品の合計32商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ5品をご紹介します。1品目は銀座デリー監修マンゴー&ココナッツドルチェです。もっちりつるんとしたココナッツプリンにマンゴーソース、マンゴー果肉を合わせ、スライスアーモンドをトッピングした夏にぴったりのマンゴースイーツです。2品目はセブンプレミアムフレンチクルーラーです。口どけの良い生地にホイップクリームを注入し、表面にチョコをかけた冷やして食べるフレンチクルーラーです。3品目はナツメクイチゴゼリー&もっちり杏仁です。もっちり食感に杏仁にパイン、果肉入りいちごダイスゼリー、いちご風味ゼリーを合わせたいちごゼリーと杏仁のカップスイーツです。4品目はクズとリンゴと夏祭りです。プルプル食感のリンゴ風味生地でリンゴと白あんを包み、リンゴ飴をイメージしたくずまんじゅうです。5品目は内抹茶ラテ冷やしわらびです。つるんとした黒糖わらび餅に抹茶寒天、滑らかな抹茶ムース、ホイップクリームを重ねたカップスイーツです。続いて地域限定の新作スイーツ12品をご紹介します。1品目はバナナジュースモコです。バナナジュースの美味しさを味わえるクリームをもちもち食感のシューで包みました。2品目は青森県産リンゴのアップルパイです。歯切れの良い青森県産リンゴコンポートとカスタードを組み合わせたアップルパイです。3品目はラクオーカフェオレモコです。ラクオーカフェオレを使用してコーヒーの香りとミルク感のバランスの良いシュークリームに仕上がっています。4品目は青森県産リンゴ&クリームチーズ大福です。青森県産リンゴのコンポートをクリームチーズとホイップと一緒に大福生地で包んでいます。5品目は一口ドーナツ塩ミルクです。塩を効かせた甘じょっぱいしっとり食感のミルクドーナツです。6品目は一口卵ドーナツ12個入りです。卵の風味を感じられる一口サイズのドーナツです。7品目は黒蜜きなこロールです。黒蜜ときなこクリームをふんわりしっとり食感のスポンジで巻いたロールケーキです。8品目はみたらしソース入りミルクモコです。もっちりとしたシュー皮にみたらしソース入りミルククリームを詰めたシュークリームです。9品目はたっぷりきなこの口どけわらびです。
たっぷりきな粉ととろけるような口どけが楽しめるわらび餅です。10品目はどら焼きマリトッツォモンブランです。イタリア産の栗を使用したマロンペーストとマロンホイップクリーム、モンブランホイップクリームをどら焼きで挟んだマリトッツォです。11品目はふわっとドラ粒あん&ホイップ北海道十勝産小豆使用です。ふわっとした食感に焼き上げられたどら焼き生地で粒あんとホイップクリームを挟みました。12品目はわらび餅と団子のクリームぜんざいです。ふっくら炊き上げた粒あんの上にもちもち食感の団子とホイップクリーム、わらび餅をのせた和洋折衷のスイーツです。続いて今週の新作スイーツベーカリー7品をご紹介します。一品目は口どけチョコのダマンドマフィンです。チョコ生地とダマンド生地を使用した生地にゴロッとしたダイスチョコを盛り付けた見た目にも豪華なチョコマフィンです。二品目はラクオカフェオレホイップロールです。ふんわりしっとりのロールパンにラクオカフェオレ味のホイップクリームをサンドしています。三品目はダブルクリームシューパンです。シュークリームのような見た目のパンにたっぷりとカスタードとホイップクリームをサンドしています。4品目はセブンプレミアムマンゴー&ココナッツホイップクリームパンです。しっとり食感のパン生地の中にマンゴーフィリングとホイップクリームを包んだ菓子パンです。5品目はセブンプレミアム塩キャラメルパンケーキ2個入りです。塩キャラメルクリームとミルクホイップクリームをサンドしたパンケーキです。6品目はカフェールホイップロールです。ふんわりしっとりのロールパンにカフェレ味のホイップクリームをサンドしました。7品目は蜂蜜&マーガリンです。ふんわり焼き上げたパン生地の中に蜂蜜とマーガリンをサンドしています。セブンイレブン最後は今週の新作アイス3品をご紹介します。1品目はセブンプレミアムぶどうと桃のフルーツバーです。桃の爽やかな味わいとぶどうの豊かな香りが両方楽しめるアイスバーです。2品目はセブンプレミアムまるでクラウンメロンです。冷凍した果実を食べているかのようなまるでシリーズのクラウンメロン味のアイスバーが登場します。3品目はセリアロイルオリオンバラエティミルクアイスです。オリオンの人気駄菓子を一口サイズのアイスにしたバラエティパックです。続いてローソンの新商品を見ていきましょう。今週のローソンは新作スイーツ5品、ベーカリー5品、アイス3品の合計13商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ5品をご紹介します。一品目はまるで抹茶ラテみたいな抹茶ゼリーです。つるんともっちりとした抹茶ゼリーと抹茶ミルクプリンの上にふわっと食感のホイップクリームを重ね、抹茶ラテのような食感と味わいが楽しめます。二品目はまるで桃みたいなピーチ&杏仁です。ピーチジュレや果肉のとろっとした食感やクラッシュゼリーのプルンとした食感と桃の味わいで楽しむことができる口どけ滑らかな杏仁豆腐です。3品目は台湾カステラです。メレンゲを加え湯煎焼きでじっくり焼き上げたふわしわ食感の生地とたっぷり生クリーム入りのクリームと練乳ソースをサンドした大人気の台湾カステラがクリーム増量で再販売されます。4品目は濃厚卵ケーキです。別立てしたメレンゲとたっぷりの卵黄を混ぜ合わせ、しっとりふわっと食感の生地で生クリームを使用したホイップカスタードをサンドしています。卵を感じるしっとりふわっと食感の卵ケーキです。生地とクリームで濃厚な卵の味わいを楽しむことができます。5品目はアンドエイコーキリ夏のレアチーズケーキです。キリクリームチーズを使用したレアチーズ仕立てのデザートです。続いて今週の新作スイーツベーカリー5品をご紹介します。1品目はブルーベリー&チーズデニッシュフランス産発酵バターです。発酵バター香るデニッシュにブルーベリージャム、チーズクリームが入っています。2品目はチョコチップメロンパンホイップ&チョコチップです。外側の生地にも中のクリームにもチョコチップがたっぷりと入ったメロンパンです。3品目はふっくらもっちりブールアンホイップです。もちもち食感のフランスパンにミルク感のあるホイップクリームと粒あんをサンドしています。4品目はしっとりチーズスフレケーキレーズン4個入りです。食べやすいマルチタイプのチーズスフレケーキです。おやつにもぴったりです。5品目は食べたいに応えるマーガリンサンドです。糖質 30% オフのマーガリンをカステラ生地でサンドしました。甘さとマーガリンの塩気がベストマッチです。ローソン最後は今週の新作アイス3品をご紹介します。1品目はうちカフェ日本のフルーツ岩手県産ブルーベリーです。国産の果汁 30% を使用した日本のフルーツシリーズでブルーベリーが初登場します。ブルーベリー果汁果肉 30% 配合の甘酸っぱい味が堪能できます。2品目は明治ピスタチオ氷です。ピスタチオ味のかき氷とピスタチオアイスミルク風味ソースが層になったカップアイスです。3品目は丸長製菓フルーツ盛りだくさん
いちご白熊バーです。練乳風味のいちごアイスの中にみかん、パイン、黄桃、リンゴ果肉を混ぜたフルーツの味わいを存分に楽しむことができる白熊アイスバーです。続いてファミリーマートの新商品を見ていきましょう。今週のファミリーマートの新商品はスイーツ4品、ベーカリー5品、アイス3品の合計12商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ4品をご紹介します。一品目はふわふわケーキオムレットチーズです。ふわふわしっとり口どきの良いオムレット生地でチーズクリームやカスタードを加えた濃厚なチーズクリームとふんわりチーズホイップを包み込んでいます。二品目はまんまる焼きジュラシックワールドです。映画ジュラシックワールドとコラボしたカスタード味のクリームのまんまる焼きです。表面の焼き印は全9種類あります。また1個につき1枚オリジナルシールが付属しており、通常版が12種類、シークレット1種類の合計13種類用意されています。この商品はファミリーマート限定販売となります。3品目は滑らか仕立てのカスタードプリンです。糖質を 9.5 グラムに抑えたコクのある滑らか食感のプリンで、そこにはほろ苦い深カラメルソースが入っています。この商品はファミリーマート限定販売となります。4品目はバター香る焼きチーズタルト4種のチーズ仕様です。4種のチーズ、クリームチーズ、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、カマンベールチーズを使用したアーモンドとキューブチーズがゴロゴロとした見た目のチーズタルトです。続いて今週の新作スイーツベーカリー5品をご紹介します。1品目はツイストホイップサンドメロンです。メロンクリームを織り込んだ白いパン生地にメロンホイップクリームをサンドしています。2品目は2色のボールドーナツプレーンとチョコ16個入りです。一口サイズのプレーン味とチョコ味のドーナツを詰め合わせた16個入りのプチドーナツです。3品目はふわもちっとチョコです。チョコクリームを織り込んだふんわりもっちりとした生地でチョコクリームを包んでいます。4品目はあんバターコッペです。小倉あんに大きめの北海道バターとホイップをサンドしました。甘みのある練乳入りのホイップクリームがアクセントになっています。5品目はホイップたっぷりミックスフルーツサンドです。みかん、パイン、マンゴー、バナナの4種類のフルーツとたっぷりのホイップを組み合わせたサンドイッチです。練乳配合の甘めのホイップがアクセントになっています。最後に今週の新作アイス3品をご紹介します。1品目は赤城食べる牧場マンゴーです。大人気の食べる牧場に新作が登場します。上段は北海道牛乳を使用したコクのあるミルクアイス、下段はマンゴー果肉を混ぜたマンゴーアイス、2つの味を組み合わせが楽しめる二層仕立てのカップアイスになっています。2品目はセイカ南国白熊練乳ソフト白桃味です。南国白熊かき氷の上にソフトを乗せた練乳味と白桃味の2つの味が楽しめるアイスです。練乳かき氷の上に白桃ソースが入っており、丸いフォルムのソフトで可愛らしい見た目のアイスです。3品目は明治辻利ほうじ茶氷スフロートです。京都宇治の老舗辻利一本店のほうじ茶を使用しました。香り豊かなほうじ茶、小豆、練乳アイスのバランスの良いほうじ茶かき氷スフロートです。以上が今週各社の新商品になっております。皆さんはどの商品が気になりましたか？よろしければ気になった商品をぜひコメント欄で教えてください。今回の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではコンビニに関する様々な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。過去の新商品情報やお役立ち情報もありますので、よろしければもう一本別の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。またねー。